皆様、ただいまからのご講演者、佐久間和彦先生のご紹介をさせていただきます。私、滋賀大学の平畑と申します。佐久間先生は今日に至るまでの40数年間、主に大学での日本語教育に携わってこられました。東京外国語大学の助教授を務められた後、清新都市大学教授、同大副学長を歴任され、特に視聴覚教材の作成において顕著な業績を残されたほか、アメリカの UC バークレーで客員講師をなさっていたときには、ロバート・キャンベル氏、エズラ・ボーギル氏ら、その後著名な知日家となる方々への日本語教育も担当されました。佐久間先生は大変な授業上手としても知られておいでで、その授業を見た言語学者エリノア・ジョーダン氏が感動の手紙を水谷修氏に書き送ったという逸話もあります。しかし、佐久間先生の最大のご功績は、海外における日本語教育の振興にご尽力されてきたことであり、長年、JICA、国際協力機構青年海外協力隊の実顧問も務めていらっしゃいます。2005年には、日本語教育を通した国際総合理解への多大なる、かつ良心的な貢献を称え、国際協力機構より緒方貞子賞を贈られておいでです。その歴史的なご業績にもかかわらず、佐久間先生、大変シャイな方でいらっしゃり、日本語教育学会の常任理事を務められた後は、人前に立つことを控え、裏方に徹し、ただ海外の教育の現場に立つ無数の日本語教師と支えとなって、惜しみない愛情を注いでくださいました。その佐久間先生が今日は、西山先生のご意志に賛同され、久しぶりに日本でのご講演をしてくださることになりました。日本語教育に携わる人間の一人として、広く言語教育界の皆様に佐久間先生をご紹介できますことを大きな喜び